バレンホルストは、ドイツ連邦共和国にダーザク先週、オスナブルック軍の町村である。1972年の市町村再編により、それまで独立した町村であった、バレンホルスト、ホラーゲ、ルレ、レヒティンゲンが合併し、現在の町域が形成された。かつての町村は現在バレンホルスト町内の地区となっている。バレンホルストは、自然、ジオパークテッタ、ビーータの中央部、 BN3 地の南の市脈沿いのオスナブリュック・アーラントに位置する。この町は南に境を接するオスナブリュックの都市圏に属し、市の中心から約 7km の距離にある。この他の隣接する市町村は、北がブラームシェ、東がベルム、西がロッテである。ビテキンツブルクのイコールレチックには、巨石文化時代の巨石母、ヘルミヒシュタイネがある。これは、 町内最古の定住の証拠である。ルレにはビテキンツブルクもある。これは中世初期の防衛施設である。バレンホルストの最も古い部分にあたる中心部の東に位置するアルテスドルフにはおそらくキリスト教伝来以前の8世紀の聖域がある。これはマイヤーホーフの敷地内にあり、すぐ隣には別の農家が存在している。聖域の基礎は 旧聖アレクサンダー教会建設に利用された。ベレンホルストは、ラテン語の伝説、デミラキアリス・ソンクティ・アレクサンドリーに、ウォーランハーストとして、初めて記述されている。ここでは、851年に視力を奪われた、ウェトリが、キリスト教の殉教者ローマのアレクサンダーを出迎えた、時、奇跡によって、視力を取り戻した。ヘルンシャーホーフは、 荘園の一つであり、1223年に、初めて文献に記録されているが、おそらく創設は、その200年ほど前と推測されている。アルテスドルフの北、ペンテ方面にある農場は、かつての所有者の実縁である、ヘルンシェマイヤーにちなんだ名称で呼ばれているが、1910年、または1911年以降この家門の所有では、ない。バレンホルストの中心は、 19世紀末に、新聖アレクサンダー教会が完成した後、西のノイエスドルフに移った。新しい教会は、15世紀から、あるゴシック様式のアンナレ拝ハイドの近くの、ボーカホルトに建設された。ボーカホルトは15世紀から16世紀のオスナブリュック、死協領の三次会集会所であった。アルテスドルフは、連邦道 B68 号線の東側で農村の、性格を保持している。 1972年7月1日に、ホラーゲ、レヒティンゲン、ルレがこの町に合併した。以下の表は、各年の12月31日時点での、超域における人口を示している。数値は、1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザク選手統計、及びコミュニケーション技術局の研究結果である。 1961年と1970年の数値は1972年7月1日に合併した地域の人口を含む人口調査の結果である。超域は1975年7月1日に現在の形になった。旧聖アレクサンダー教会バレンホルストではカトリックが優勢である。町の紋章の十字はこの事実を反映しており。 紋章の四つの筆形は四つの地区を表している。約1万5000人のカトリック信者は、聖アレクサンダー教会、聖ヨゼフ教会、聖イオハネス教会に属している。カトリック教会の他に、福音主義ルター派教会組織が二つある、アンドレアス教会とパウルゲルハルト教会。信者数は合わせて約5000人である。ルレ地区には、百四十六年、 47年から1803年まで、死党会女子修道会のルレ修道院があった。バレンホルスト町の町議会は34議席で構成されている。これは人口2万1人から2万5千人の自治体に対して定められている議員定数である。34人の議員は5年ごとに自治体の選挙により選出される。この他に町長が議会での投票権を有している。 図柄緑地に銀のリング。対角線上に先端を紋章の中心に向けて配された四つの銀の菱形菱形の先端は互いに接しない。四つの銀の菱形はかつての四つの町村、すなわちベレンホルスとホラーゲ、レヒティンゲン、ルレを意味している。これらがリングによって和の形に結びついている。和は 同時に、オスナブリュック司教の紋章デザインでもある。さらにこのデザインは、町の名前を意味してもいる。これは、バレンホルストウォールで囲まれたホルストとする解釈に基づく。中央の円形が菱形によって削られたことで、表現される十字は、ザクセン戦争やこの地の不況を連想させる。紋章の緑色は、構成地区に由来するものではなく、 生き生きとした自然を意味するものとして選ばれ、バレンホルストの魅力的な環境を意味している。この紋章は、紋章学者のハンス・ファイン・リヒレクラムによってデザインされた。旧紋章図柄、赤字で、基部から一部が除く金の輪。六本のスポークのうち二本が完全に見えている。この輪の上に歩く金のメス鳥。その上部のモロズミ付近に、 金の先鋼十字がどこにも接しない配置で描かれている。この紋章の中心となる異常はメスドリである。他の教会では普通はオンドリが掲げられるのに対してバレンホルストの旧アレクサンダー教会の先頭にはこのメスドリが掲げられていた。このためメスドリはこの町のシンボルとみなされるようになった。和は中世初期から幾度もこの地域と関係を持った。 オスナブリュック市教及びオスナブリュック市の紋章の遺装である。二つの十字はこの町の旧教会と新教会を表している。金色はかつてメス鳥が金色であったことに由来する。赤色はニーガーザクセンの紋章の字色である。また、ドイツ、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州のミロウと1990年から友好都市関係を結んでいる。 2001年からバレンホルストでボランティアに積極的に取り組んだ人物に衝撃の意思が授与されている。テーマと受賞者の決定は地域生活に関わるあらゆる分野からのボランティアで形成される審査委員会で決定される。この賞は衝撃の日の夕方のイベントで贈呈される。オスナブリュックでオスナブリュック来たローカル名を持つ日刊誌。 ノイエオスナブリュッカータイトゥン群が観光されている。ビュルガーエコーは14日ごとに観光されるローカル情報誌であり、バレンホルストのホラーゲ地区、レヒティンゲン地区、ルレ地区、バレンホルスト地区及びオスナブリュックのパイ地区で観光されている。この雑誌はビュルガーフェラインバレンホルスト EV が発刊している。 バレンホルスターは2016年夏に設立されたバレンホルスト町の情報ポータルでニュースやスケジュールが掲載される。バレンホルスターは無料アプリ及びオンラインマガジンの形で提供されている。バレンホルスト地区には実家学校1校、本家庭、基礎家庭学校1校があり、ルレとレヒティゲン,ンには基礎家庭学校がそれぞれ1校、ホラーゲには 基礎家庭学校が2校ある。バレンホルストには、ワベセンター、クラウスバールハウスがある。これは、オスナブリュック大学、エコトルフォーロジー家庭の研究施設である。このほか同じ敷地内に農学部及び造園学部の研究施設としてのバルト法フがある。コンピテンスセンター、アイセバス EV は、農業機械用データ伝送システムであるアイセバスの技術的改善。 導入加速、国際的普及を目指す登録団体である。本社は、バルト法府研究施設内にある。バレンホルストは、2013年現在、この町から町外へ通勤する、社会保険支払い義務のある労働者が7551人にいる。このうち、4484人がバレンホルストから、オスナブリュックへの通勤者である。これに対して、逆に、 町外からこの町への通勤者は4116人で、このうち1111人がオスナブリュックからバレンホルストへの通勤者である。道路連邦アウトバーン A1 号プットガルデン、ザールブリュック県線がバレンホルストを通っている。この町はオスナブリュック北インターチェンジから直接アクセスできる。さらに、連邦道 B68 号クロッペンブルク。 シェルフェーデ線や修道 L109 号線がこの町を通っている。観光街道では巨石文化街道とブラムガウルートがバレンホルスト町内を通っている。バスバレンホルストはオスナブリュック交通会社の旅客バス路線541号線、581から586号線、610号線で結ばれている。 主な運行管理会社は、オスナブリュック施設局 AG のバス管理部門と、ベーザー・エームス・バス GMBH である。これにより、バレンホルスト、ホラーゲ、ルレ、レヒティンゲンから密な間隔で、オスナブリュックへのバスが運行している。また、1時間ごとにブラームシェ経由でフィルステナウへのバス路線があり、さらに1カー経由ダメ行きのバスも数本ある。 バレンホルストとオスナブリュックとの間は通勤客の往来が非常に多く、このため町は各地区からオスナブリュックへのバス路線に対して補助金を出している。鉄道バレンホルストには駅がない。最寄りの駅は町境からわずか 1km 西にあるロッテのハーレン駅である。ここでは1時間ごとにオスナブリュックとブレーメントを結ぶ。 レギオナルバーン RB58 号線の列車が発着する。北側の最寄り駅はブラームシェ駅である。ここでは常日の RB58 号線の他に、レギオナルエクスプレス RE18 号線が利用できる。南側の最寄り駅はオスナブリュックアルトシュタット駅である。バレンホルスト町内からオスナブリュックへ行くすべてのバス路線はこの駅を経由するが、停留所の名前は、 駅名とオスナブリュックのハーゼ島はに位置することに、ちなんで、ハーゼ島はバーンホーフアルトシュタットである。ここでは、RE18 号線、RB58 号線、RB61 号線に乗ることができる。この隣の駅が、オスナブリュック中央駅である。オスナブリュック方面行きのバスのほとんどがこの駅にも、停車する。ここではさらに多くのローカル列車や広域列車を、 利用することができる。航空約 45km 離れたグレーベンに、ミュンスター・オスナブリュック国際空港があり、アウトバーン A1 号線で直接行くことができる。オスナブリュック内周街、オスナブリュック国際空港間の急行バス路線、X150 号線がある。ホラーゲ席船舶バレンホルストの西に、1910年から1915年に、 建設されたオスナブリュック式檜運河がハーゼ川と並行して通っている。この運河はオスナブリュック分岐運河とも呼ばれる。バレンホルスト町内にはこの運河にヨット港とホラーゲ席が設けられている。この運河は貨物船やレジャー船に利用されている。ホラーゲ席からミッテルラント運河と朱檜運河との合流点までは夏の半年間週末に 定期船が運行している。ありがとうございます。